はい、はい、ショコラテリーヌっていうものを作りたいと思うんですけど、なんかさ、最近さ、私さ、うん、このショコラテリーヌっていうものをさ、結構見かけんだよね。今年作ってる人多いよな。そう、コンビニとかでもさ、ガトーショコラとかさ、ティラミスみたいなとか、うん、そういうのはさ、結構見てたけどさ、初めて見るよね。今年のあれです。オーブンに予熱する。いやいやいや、それ一番に書いてね。早いよ。オーブンを予熱。だってこれ生地できるまでにだって15分かかるでしょ。うん、15分も予熱すんの。そうしようしか。もったいなくね、電気代。はい、チョコを潰します。このチョコが一番いいらしい。なんで？他の余計なもの入ってなくて、純のチョコレートってツイッターでバズってた。明治だよ。え、これさ、板チョコ4枚使ってさ、うん、何人分ぐらいできるの？え、多分これぐらい。あー、ちょうどいいね。うん、お菓子作りってさ、ほんとさ、他の料理とかよりもさ、うん、分量がマジで大事だよね。間違えたら終わりだよ。間違えたら終わりだけど、その通りにやったら絶対美味しいよね。そのはず、ね、あれ、あんたそれ多くないけど。あった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 。カメラの充電器、さっきも30分ぐらい探して、今度計量カップがないって探し始めた。はい、まずね、あ、チョコ、はい、サムネ、チョコ入れたやろ。はい、バター次入れます。はい、で、バターが 100g やって、半分。じゃあ計量もいらんかった。半分、うん、結構入れるね。もうエグいだ。ペンが動画で立ち上がってんの。なんかストンプの動画以来や。座りたいもん。わかるか。あ、100g、うん、すごいすごいすごい、料理チャンネル。100g だ。見えてない。すごいすごい。約証拠証拠。イエーイ、 100g。 はい、 100g やろ。すごい、びっくり。チョコ、バターをボウルに入れ、ゴムベラで混ぜながら湯煎で溶かします。やって、バターちょっと切った方がよかった。確かに。確かに、こんな丸ごと見たことない。お湯で沸かす。沸かした方が早い気がするけど。なあ、沸かすか。うん、どこにある？なんかあれみたいな、あの買い物競争。あの、自分のなかった。ピンポン玉持って、こういう、うん、誰？はい、ほんなら散髪した。あめえや、湯煎、うん、熱い。なんか手、ゴム、手、あ、手袋いる。それで、持ちにくくない？サムネ。え、すごい、溶けてきた。待って、全然笑ってんの。え、なんてのさ、やつ逆やん。え、どういうことどういうことどういうこと。え、違うやん。これを素手で持って、こっちで支えるのに熱いから、これを私。あ、そういうこと。え、いいよ、そっちでもいいよ。溶けてきた。結構バター多いな。確かに、ちょっとハマりそう、お菓子作り。何、うん、ペイがこうやって何かやってんの面白い。レアな絵面。でも、あの体重はあのどこかしらにかけて立ってないと疲れちゃうから。左足重心。すごい。お、すごいよ。で、結構簡単に溶けるんだ。湯煎したままグラニュー糖を加え、泡立て器で混ぜる。グラニュー糖？グラニュー糖って普通の砂糖とは違うの？うん、買った。ありがとう。いい匂いする。なんか、お菓子屋さんの匂いする。お菓子屋さんの匂い。あこちゃん、早く。めっちゃいい匂いする。な、え、結構入れんだね、バターも砂糖も。すごい。お菓子って。次こっち。湯煎したまま。スピードとか関係ある？なんか早くしろとか。繊細に。ふくみちゃん。ふくみ。ふくみちゃん。湯煎したまま卵を3回に分けて加え、その都度混ぜる。卵3つも入れんだ。殻入ったかも。あんたさ、ほんと卵はあの下手だよね。この間もさ、なんかビチャーって黄身潰してさ。はい、ツヤが出るまでしっかり混ぜてくださいね。こんな画角でいい？うん、はい、え、すごい楽しい。おう、ツヤ出てるやん。なんかブリンブリンになってきた。ツヤ出てんのこれ。なんかトゥルントゥルンになってない？確かに。すごすごいね。調子いいで。次、いい、生クリームを、はい、どれぐらいの量がいるんやろ。 70g。 コップかなんかに、ね、
これが 100ml だから、これの7割入れればいいの。測る。え、7割ぐらいで大丈夫じゃない？あかんって命取りやで。じゃあ1回噛んでさ。あ、オッケーオッケーオッケー。くだらないけどそれが面白いんだ。じゃあ私なりの 70g。 ちなみにそれが100やからな。そんな？え、これ見たあかん。え、だってこれだ。これで書いてある。カンニングしようとせる。これだよね、だって濃厚やな。見てるやろ。これでしょ。だから見てる。いいから乗せてみて。おー、あとはちょろちょろって入れて。あー、できた。入れてしっかり混ぜるやって。はい、入れます。え、これは1回で入れて大丈夫？うん、何回かに分けてみようか。あ、待って待って、なんかあれみたい、ラテアート。確かに美味しそうに感じる。まかみち、な、飛びすぎやね、周りに。あ、見て、ほら、いいね。美味しそう。共同作業。いや、飛ばしすぎやね。でもこれの分入れる？大丈夫大丈夫。肩に流し込むねんって。え、で固めるだけ？簡単じゃん。簡単じゃね？あ、バットに乗せ。え、これあれ？あ、あげます。バットどうやって乗せる？オーブン予熱してなかった。おい、そうだ。これどうやってやる？これ予熱ってどうやってやるの？こちら。どうやってやるの？予熱っていうか、まあ温めればいいし、予熱用のダイヤルなんてないでしょ。使い方、うん、オーブン予熱してパウンド型に。これパウンド型やんな。はい、クッキングシート引く。ほらほらほら、早く。で、で、肘を肩に流し、とりあえず肩に流す。はい、ちょっとジャボジャボしてる。大丈夫？どこにつける？大丈夫。行くか、行くよ。全然つらい。え、サラサラでいい。こんなサラサラなのにあんなことになるの？焼いたら。あ、こっち。あ、終わった。終わった。え、なんで？え、これクッキングシート敷いた方がいいとかありますか？いや、遅いねって。動画アップしたら作り終わってる。いや、近い。もういいよ。はい、え、型をバットに乗せ、オーブンの天板へ。バットとは、角型の浅い容器で切った材料を並べる、揚げ物の衣をつける調理器具。あの、なんか、あ、ザラザラのやつや。これバットかどうか皆さん分かる方いればコメント欄で教えてください。めっちゃいい匂いするんだけど。嘘。うん、またちゃん、うん、おいしい。よし。え、これどうしたの？この砂糖、ゆうかが全部こぼした。これ今余熱なう？うん、なうもう余熱切って普通にやっても熱い。熱い100何度にしてんの？180度。熱いよ、そりゃ。待って、バットに湯を張りってどういうこと？バットに入れるんで、下じゃない？あ、この網網いらないんだ。いらないよ。網網なかったらここ水ついてびちょびちょになるよ。うわぁ、始まった。待って始まっちゃった。余熱が一回開けた方がいい。開けていいよ。早く入れないと。おいどういうこと、どういうこと。熱い。お前らもうガッチャンやってんじゃん。180度15分か20分なんて。これで次もう一回押したら余熱なしってできるから、うん、180度、うん、
10分から15分やって、うん、でも時間とかないのに暑いここ大丈夫気をつけてね。今まで24年間生きてきた自分の計算やったらこれミスる。え、そんなにやろうか。ルカユーカとして生きてきて。お、いいね。え、じゃあ意外と斜めやからこれこぼれそう。でこう。これ入れればいいんだよね。入れればいい。結構重たい。熱い。ちょっと待ってこれ。あ、で終わったの。もう入れてからやればいいじゃん。もうちょっと開かないの。無理。やった結果。おお、気をつけてね。すごいな。あ、ちょっと上に上げればいけるかな。うん、大丈夫です。ちょっとオーブンで。本当いけるの？180度で余熱なしで20分、15分から20分でどうやって言ったらいい？お願いします。お願いします。お願いします。15分経ったので開けます。うん、あ、すごい。え、お、いい感じじゃない？え、でもどっちかっていうと私さ、あのレアな方が好きだから、うん、これぐらい？このぐらいでいい気がするんだけど、どう？なんかな、でもテリーヌって中ペチャペチャやんな。どう？触り心地で。そんな軽くツンツンしちゃダメよ、もうグチュッとやると。おでんツンツン男。ツンツン、ツンツン。お、あ、すごい。まあ、美味しそう。美味しそう。わぁ。一旦冷やす、冷やすっていうか置いとく、冷ます。私この間さ、うん、あの原宿駅のさ、銀だこ、うん、外で食べるとこあるんだけど、うん、隣のね、女の子二人組の一人が、うん、ペーだよペーって、うん、そしたらもう一人の女の子があんなに太ってないよって言ったどんな顔して食べといた。うん、辛かったね。やけどしたし、口の中も冷蔵庫冷やすか、とりあえずそんなに。こんにちは。匂いがさ、プロの店。え？プロ。プロ？プロ。いきますよ、皆さん。プロの技、いきます。でも、バーって入れて、こうやった方がいいんじゃないの？あ、そっか。でも、入れすぎたら、でも、つむっちゃって、振って。ほっほっほっ。もういい感じ。マジ？ほんとだ。できましたえ、デコる？デコろうか。あ、待って。いいこと考えた。期待しててください、皆さん。はい。かわいい。めっちゃいいやん。見て。あ、いいじゃん。イエーイ。腕つき怖ってきた。かわいい。誰も反応してくれない。ラブ。いいじゃん。え、うまい。結構かわいい。では、いただきましょう。どう？トロッとろ。いただきます。うんね、うん、これで大丈夫なの？分かんない結構やわやわ。うん、美味しい。うんうん、結構美味しい。すごっ、トロトロじゃん、なんかサクッとしてる上、うん、そう、うん。あ、これうまい。何今の、ま、結構うまい。うんの後のま。な、しかもその後にけどうまい。けど何のけど。どうぞ。食べてください。幸あれ。君に幸あれ。うまい。もうほら、うちらのショコラテリーヌがなければ生きていけない体になってる。こいつ。でも言っとくけど、今日だけだからな。またお願いして。ダメダメ。来年までは預けよう。そうだよ、お前。来年まで付き合ってるどうかは分かんねえけどな。危機感持っていけよ。はい。緊張感持っていけよ。だよ。やっぱ思いやりって大切ですよ。だよ、しょうもねえ喧嘩ばっかしやがって。どんな喧嘩？ちっちゃい喧嘩。充電器ここに置いたの知らねえよ。じゃあ、ゆうかいじってないし。ゆうか待って、いじってね。じゃあ、なんでここに充電器なくなったの？知らねえし。知らねえし。